写真拡大。阪神は11日の DeNA 戦、横浜にオネルキ・ガルシア投手、31、ジェリー・サンズ外野手、32の助っ人コンビの活躍で9対2で快勝した。ここまで7戦未勝利、4敗のガルシアは7回4安打1失点と力投し、8度目の正直で今季初勝利。序盤は制球に苦しんだが、尻上がりに良くなる投球を見せた。試合後は、嬉しい。これがいい方向に、これからのピッチングに結びつくようにやりたいと満足げに語った。一方のサンズも初回の先制中撃、1対1の6回の左中間への勝ち越し的2塁打。試合前時点で得点圏打率リーグトップの5割2分2厘の勝負強さを見せつけた。チームが勝つことが一番嬉しい。自分の成績を残しつつチームが勝っていけたらいいと試合後、上機嫌で語った。球団史上最多の外国人8人体制を敷く阪神。助っ人の活躍が不振の鍵を握るが、同時にパフォーマンス面でも注目が集まっている。ガルシアはすでに、さあ、行こう。という決め台詞を考案。本春キャンプから空港、到着時や練習前などで連発し、日本人の人が、さあ、行こうと言っているのを耳にし、自分も使えば盛り上がると思ってと、その意図を説明していた。ある阪神 OB は、決め台詞はファンを盛り上げるだけじゃなく、その選手の代名詞にもなり、記憶にも残る。オマリーが今もファンに人気があるのは、そういうものを持っていたのも一因だろう、という。1991から94年に阪神で活躍したトーマス・オマリー、59は、ヒーローインタビューなどで、阪神ファンは一番嫌などの決め台詞や、阪神電鉄の CM で、甲子園球場には駐車場はありまへんと、コミカルに関西弁を駆使し、ファンのハートをがっちり掴んだ。テレビ関係者は、関西人の心を動かすのは当然、慣れ親しんだ関西弁。トライすれば、よりテレビ映えするでしょうと、助っ人陣の関西弁パフォーマンスを期待する。ガルシアはもちろん、特にボーアの陰で、いまいち地味な印象のサンズも関西弁で、一気にお茶の間の知名度をアップできるかもしれない。